こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきましょう。公式戦です。浅草サンダーボルト、ここはしっかり勝っておきたいところ。こちらオールメンバーです。相手のホームです。ホームですね。浅草ライジンスタジオ。線が飛んでおります。しようと思ったら、ミオが先取点。先制点、いいスタート。リバウンドをうまく拾いました。これをリバウンドをミオが待ってた、ミオが決めました。こちらがピンチだが、奈良子がうまくカット。これができてれば一安心ですね。クルミ2点目、勢いがすごい。かなり大きなアドバンテージを得ることができました。このカットは良かったが、危なかったですね。今度はダメか。最後、スーパープレイ。シュート行く。これは、決まらない。松木がキャッチ。取ってくれ。取れない。相手のペースになってきてる予感がする。サヨが早くも疲れている。疲れが溜まりやすいところなんでしょうね。まどか、これはちょっと簡単にいかない。こちらボールのスローインになります。相手は早くも交代、パワープレーに出てきましたね。怪我してる？大丈夫か。さすが夏希です。キーパーの安定性は高い。前半終了です。当然、サウヨ、チェンジです。何とチェンジするかですね。勝ちたい。クラリス、まあ、サツキでしょうね。
からですね、スパイス3ゲージ以上持ってます。すっかり強くなりましたね。さあ、1人しかチェンジすることなく余裕があります。相手をチャージもすごい、うまい、サツキ。お、急にチェンジオンペース。緑、これはいろいろ変わってきますが、誰とチェンジするかな。一人をどうするか。もう何もこじれるし、これで交代枠使い切ります。ちょっと届かないか。さあ、これで交代成立です。次に投げた機長がキープ。2人いるんだが流れてしまった。相手ボールをスローインになってしまいます。お、チャンス、彩香前にも出れる選手だ。ちょっともうくるみはボロボロです。くるみにボールあげようとしてもそんなに決まりませんね。さあ、そこを緑がヘディングガーが桔梗がそこに待ってうまく取っていた。最初の2点以降動きがありません。ここで試合終了。2点を守りきりました。さあ、いきなりですね、まだちょっとこれに当たったとこをキーパーが跳ね返ったとこをミオが、さあ今度は反対です。ミオが来てクルミがしっかり決めました。さすがエースストライカー、ミオのセンタリングもさすがです。ミオクルミラインも優秀ですね。もちろんほぼこれで消し、この2人でプレーが大きかったと言えるのではないでしょうか。結構チャンスあったんですけどね。あとこの後の緑がシュートしたところ、キーパーが待っていなければチャンスでした。ボール支配率も高い。比較的序盤の2点もあって危なげない勝利と言えるのではないでしょうか。これで5位に浮上です。しかもですね、首位と勝ち点差が3なんですよ。3勝1敗2引き分け。これで十分まだ首位もですね、射程圏内に
なってきたのではないかと思います。サンダーボルトに対してクラーク・リバーズが勝利となります。次はコーチ・シマントスですね。公式戦が続きます。なかなか忙しい、なかなか強いですね。4位ってこともあり油断はできないチームかと思います。ということでしっかり勝って差を詰めていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒でチャンネル動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で